俺たちのジャパンへようこそ。世界には様々なしがらみがあって、日本を嫌いな国、一方で日本を好きな親日家が多い国、それぞれあります。もちろんその国の中にも異なった考えの人がいますが、一般的にお隣韓国は反日国という印象が強いのではないでしょうか。一方、日本の南に位置するご近所さん、オーストラリアでは親日家の数が増えつつあると言われているんです。今回のエピソードでは、オーストラリアへ留学した韓国人学生がオーストラリア人の日本びいきについて感じたことをご紹介していきます。果たして日本びいきは本当なのか、だとしたらなぜ日本が優遇されているのか、どうぞ最後まで見て確かめてみてくださいね。僕は韓国人で、名前はソジュン。今は祖国で社会人として働いているんだけど、今日話すのは数年前のこと。当時高校生だった僕はオーストラリアへ短期留学をしたんだ。その時に経験した出来事が僕の考え方を180度変えたから、みんなにぜひ聞いてほしい。まず当時の僕は信じられないほど自信家で、周りにもそれを認められて優遇されるのが当たり前だと思っていた。オーストラリアへ留学を決めたのも、周囲には僕くらいしかいなかったし、英語圏に行っても余裕で通用するくらい英語にも自信があったし、もともと自信家だったのをさらに加速させるのに海外留学は十分すぎるほどだった。だから実際にオーストラリアでの滞在を始めてもすぐに人気者になると思い込んでいたんだ。アジア人は珍しいだろうし、注目を浴びるのは確実。そんな注目された中でも期待に応えられる自信はあったから、留学生活の心配なんて何一つしていなかったのに、実際にオーストラリアで暮らし始めて、僕は思い描いていたのと正反対の環境に驚きを隠せなかった。現地の学校へ登校した初日こそ転校生ということで多少の注目を浴びたけど、それもその日だけで、次の日からは何の関心も示されなくなった。思っていたよりもアジア人の僕が珍しくないからなのかな。そんな風に思った僕だけど、クラスメートの僕への反応が薄い理由はすぐに理解することができた。僕より先に長期留学で日本人が来ていたのだ。韓国と日本では全然違うけど、同じ東アジアで隣国同士、白人からすれば容姿も似ているし、日本人で慣れていたから僕への新鮮味がなかったんだろう。その時点で僕が思っていたよりもインパクトがなかったのだと理解した。でも能力が高く韓国でも人気者だった僕が日本人なんかに負けるはずがない。時間が経ってクラスに馴染めば自然と僕の方が人気になるに決まっている。僕はこの状況でもそんな風に思い、自分のプライドを守ろうとしていたんだ。だけど結果的にそんな日は訪れなかったのだ。相変わらず韓国人の僕には興味を持たない様子のクラスメート。だけど日本人の周りにはいつも人がいて楽しそうにしている。中でも驚いたのは、オーストラリアで生まれ育ったはずの彼らが日本語らしき言語を話しているのを見かけた時だ。僕は反日教育を受けたくらいだから、日本語なんて全然わからないし、知りたいとも思わない。だからクラスメートに聞いてみたんだ。なんで日本語を話してるのって。そうしたら驚くべき事実が発覚した。オーストラリアでは小さい頃から日本語を教える学校が多いというんだ。世界共通語である英語なら母国語以外で習っても納得できる。だけど日本語なんて日本でしか使われていない言語じゃないか。そしてオーストラリアでの日本の扱いに驚いたのはそれだけではなかった。たまに市が運営する施設で日本イベントが開催されていて、クラスメートも喜んで参加しているんだ。最初それを聞いた時、いろんな国のイベントを順番にやっているのかなと思っていたけど、滞在中日本以外のイベントをやっているのは見なかったよ。日本以外にもアジアには素晴らしい国があるんだよ。韓国も料理は美味しいし、文化も最先端だから、ぜひ好きになってよ。僕はクラスメートにそう言ってみたことがある。それに対し、韓国もいいよね。
僕 K-POP 好きだよと言ってくれて安心した。でもその後すぐに、だけど日本への思いはなんていうか別枠なんだよねと言われてショックを受けた。自分が一番になれなかった衝撃もあるかもしれない。でも何より悪、敵と思い続けてきた日本をそれほどまでに好んでいる人たちの存在が信じられなかったのだ。アジア諸国の中で日本が別枠扱いだなんて信じられない。そんなの簡単に受け入れられるわけがない。オーストラリア人の日本人びいきに嫌気がさした僕は、なぜ彼らがここまで日本を好むのか徹底的に調べることにした。何か間違いがあるなら僕が正して韓国の方が素晴らしいのだと証明してみせようと思ったんだ。僕はまずオーストラリアと日本間の歴史について調査した。両国が国交を開始したのは1850年頃のこと。宣教師や教師を送り合ったり、オーストラリアは真珠、日本は稲作、互いの得意分野を伝え合うなど積極的な交流をしていたらしい。このまま仲のいい関係を続けていたのなら、今のオーストラリア人の日本びいきも頷けた。だけど歴史を調べていく中で僕は衝撃的な過去を知ったんだ。1900年代になり世界大戦が繰り広げられるようになった。第一次世界大戦ではオーストラリアも日本も連合国側だったので味方同士だけど、問題は第二次世界大戦の方だ。日本がアメリカの真珠湾を攻撃したことでアメリカとの対立が本格化。その時点でオーストラリアはアメリカ側についたんだ。だから日本とオーストラリアは敵同士だけど、両国の対立はそれだけでは済まなかった。日本が作った外国人収容所にオーストラリア兵が大量に送り込まれ、そこで肉体的精神的な虐待が繰り広げられたというのだ。僕の祖国である韓国でも戦時中の日本の残酷な振る舞いが問題になっているから、オーストラリアも辛い目に遭っていたのだと痛いくらい共感することができた。でもそれを知ればなおさら日本びいきをしている理由がわからない。むしろ日本を許せないという共通の信念を持って韓国人と立ち上がってもいいはずなのに。日本とオーストラリアの国交は終戦後10年ほど経って徐々に回復し、現代では互いに輸出輸入の相手国としてトップクラスだ。自分の国の大切な国民の命を残虐に奪った日本人をたった10年足らずで許し、ここまで印象を回復させた理由はやっぱりわからなかった。何か納得できる理由があればまだいいのに。僕のモヤモヤは最高潮に達していた。日本なんかに負けているだなんてとても認めることはできない。そう思った僕はもう実際にオーストラリア人に聞いてみるしかないと思った。まだ子供であるクラスメートに聞いても頼りないから、滞在している宿舎の寮母に尋ねることに。年齢的に本人は戦時下を生きていないけど、両親や親族が関わっていた可能性は高いし。するとやっぱり寮母の父親とその兄が戦争を経験していたらしかった。幸い日本の収容所送りにはならなかったそうだが、父親の大切な友人が連れて行かれて戻ってこなかったらしいという話もしてくれて、日本人を恨むには十分な要素が揃っていると思ったよ。だけど寮母の口から飛び出したのは意外な言葉だった。でも私たちは日本人のことを恨んだりしていないわ。そういった彼女の表情はとても穏やかで、嘘をついているようには見えなかった。どうして大切な人の命を奪われたんでしょう。残った僕たちがそれを忘れて過ごしていたら、亡くなった人が浮かばれないんじゃないですか。残虐な行いで先祖を苦しめた最低な民族を許さず抗議し続けることが僕らにできることではありませんか。僕は自分の祖国である韓国に重ね合わせ、つい感情的になってしまった。もちろん決して忘れていないわ。彼らが勇敢に戦ってくれて敵の兵士から不当な扱いを受けたことは事実、なかったことにしてはならないことよ。じゃあどうして。寮母も同じく忘れてはいけない歴史だと認識しているのに、
なぜ日本を恨まないでいられるのか、この時まで僕には想像もできなかった。でもね、悪いのは日本人じゃない、戦争よ。当時の日本の人たちも戦争という地獄の中にいて、選べる選択が少なかったんじゃないかしら。辛かったのは日本人だってみんな同じはずよ。その事実から目を背けて過去ばかり批判したらどうなるかしら。また争いが起きて、いつか戦争になってしまうわ。戦争が起きたら私たちの憎む悲劇がまた起きてしまうかもしれないのに。僕は寮母のその言葉に言い返す言葉が見つからなかった。僕が今まで信じてきた日本を恨んで声を上げることが間違っていたのかもしれないと初めて思わされたからだ。戦争を憎み、不当な扱いに声を上げているつもりだったのに、それこそが新しい戦争や悲劇を生むっていうのか。すっかり頭が混乱している僕に、寮母は優しい声でこう言った。日本の人たちはきっとそれを一番よく理解しているんだと思うの。だから戦後60年以上経ってもしっかり約束を守って戦争には参加していないでしょ。戦時介入ができない代わりに技術を磨いて発展を遂げて、誰もが認める先進国になった。そしてそれを惜しみなく私たちオーストラリア人に共有しようとしてくれるの。日本がそういう風に過去を決して忘れることなく糧にしながら、今できる努力を精一杯して世界に貢献している。そして誰よりも平和を愛している。その姿勢が初めは日本に否定的だったオーストラリア人の心を動かしたんだと思うわ。僕は寮母の話を聞いて、オーストラリア人が日本びいきをしている理由と韓国が認めてもらえない理由の両方を学んだ気がした。韓国人である僕たちは過去を憎んで日本にケチをつけてばかりで、いわば後ろ向きだったのだ。その点日本は視野を広げて世界を見て、進行方向はいつも前、他国を蹴落とそうとする国と、過去の過ちを繰り返さないよう他国を思いやる国、どちらを好きになるかなんてそんなこと聞かなくたってわかることだ。僕は寮母に感謝を告げて一晩自分と向き合った。そしてその次の日から日本人を見習って生きようと決めたんだ。今までの僕は狭い世界で教わった固定概念を持って上から目線で学ぶ姿勢なんて何一つなかったと思う。そういう自尊心こそが今の韓国を後退させているのかもしれない。僕一人変わったところで韓国の何かが変わらないだろうけど、だけどそういう意識の積み重ねで韓国も日本やオーストラリアのように前向きで平和を愛する国になるんじゃないか。僕はそう信じている。寮母さんの言葉を見て僕もハッとさせられたよ。どうしても自国を戦争の被害者にしたくなるけど、辛い思いをした人はどの国にだっているんだよね。日本が世界で評判なのは技術力の高さもあるけど、やっぱりその姿勢だと思うんだよな。大切な人に不当な扱いをされて怒る気持ちもわかるけど、韓国は日本を見習って前向きに誠実になれば評価が変わるんじゃないかな。私もオーストラリアに留学したことがあるけど、確かに日本語を話せる人が多かったイメージ。私も少し勉強させてもらったよ。日本は戦後の発展が著しかったよね。戦争とか戦いとかに一生懸命だったけど、違うところに努力を費やす覚悟をしたんだろうね。辛い過去があればその相手を憎んでしまうのは仕方がないことでしょう。受け入れるのはとても難しいはずですが、それを乗り越えて現在日本を愛してくれるオーストラリアの存在は日本人にとってとても大きいものです。日本びいきという言葉は適切ではないかもしれませんが、こんな風に日本が好きと思ってくれる国が増えるといいですね。そのために前向きに他者を思いやれる日本人で居続けるようにしましょう。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、
シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。